はい、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。宇和田だよ、本日もよろしくお願いいたします。本日ご紹介するのは、明治より6月4日に発売された明治エッセルスーパーカップチョコミント、こちらご紹介したいと思います。はい、こちらはね、なんと2年ぶりに復活したというチョコミントでございます。再発売のね、要望がかなり多かったという商品です。はい、こちらはね、またチョコミント発売することによって話題のなるということで、こちらをねご紹介したいと思います。はい、こういう感じです。乳成分と大豆使用です。うん、これはね、こちらはね、まあ、まず開けてみましょうか。はい、いつもの生活にニコニコと明るい気分になれる楽しいひとときを届けますと。まあ、いいとして、はい。まあ、ちょっと形崩れちゃったかな。まあ、こういう感じです。うん、はい、では食べてみたいと思います。いいえ、はい、ではいただきます。いただきます。こっちにピンポイントが合わない。やっぱりスーパーカップの持ちの方に行っちゃうな。ここはここでいいのか。いただきます。うん、これ軽い。うん、うん、でもなんかね、最近なんかチョコミントをね食いすぎたのかな、なんか薄く感じるんだよな。うん、いや、もうさっぱりとしてほしいよ。うん、4枚あげてもいいと思う。うん、このね、エッセルならではの滑らかでコクのあるベースアイスをミントの爽やかな味わいに仕上げました。ミントアイスとパリパリ食感のチョコチップの美味しい組み合わせが楽しめますという、ラクトアイスですね。うん、このラクトアイスね、こう、あのね、エッセルはほとんどあの植物性油脂を使ってるんで、うん、あの動物性のあの、アイスではないんで、ラクトアイスなんですね。うん、だから要はあのお得で言ったら、まあやっぱりエッセルを買うでしょ。うん、ただやっぱ濃厚のアイスクリームを食べたいっていう人はハーゲンダッツ行くし、うん、うん、あの、まあ、安くてもいいから、あの要はもう生クリームだってそうじゃん、あの植物性の生クリームと動物性の生クリームってあるじゃない。うん、これはもうどっちかというと生クリームって言ったらエッセルは生、あの植物性の生クリームを使ったっていう風な感じ。うん、あの牧場絞りとかモーとか、うん、あれはあの動物性の生クリーム、生クリームであの生乳を使ってるっていう風なね、うん、そういう感じで、でもね、このたっぷり食べられるっていうのはエッセルも素晴らしいなと思います。うん、ぜひね、美味しいです。エッセルスーパーカップチョコミント、ぜひ食べてみてはいかがでしょうか。じゃあね。